こんにちは荒木和弘です地獄への道は善意で舗装されているという言葉があります、えー、私はこの言葉に最もぴったりくるのはですね在日朝鮮人の機関事業だと思います、えー、在日の人たちが北に帰りたいでそれを支援しようとした日本人がいる 自民党から共産党までみんなですね、こぞってこれに賛成しそして新潟でですね、あのまあ、送り出したということがありましたで、まあ、その朝鮮ソ連と北朝鮮はともかくとしてそれ以外の大部分の人というのはですね、基本的にはみんな善意でやっていたことだったというふうに思います。 あのまあ、海を渡る友情の中のですね西村光さんの演じた、まあ、あ総連の、まあ、末端組織の役員だと思うんですがこういう人たちがですねあのや北朝鮮、いいところだと言っ,ってですねそして送り出した、まあ、でも送り出す,方もです、ねまあ、まあ、あの北に行って本当にひどい目に遭うというところまではおそらく大部分の人は思わなかったんじゃないだろうかと、えー、思うんですね。 で、えー、送り出した結果は地獄、まさに地獄でした。で、えー、これ、この時に反対してたっていのはあの、民団の青年会とか、まあ、韓国系のごく一部の人たち、えー、でした。で、えー、新潟に向かうその特別列車のです、ね、線路の上に寝転んで、えー、列車止めようとしたりとかですね、やりました。まあ、これは、まあ、もちろん ある意味無駄な抵抗だったわけで、えー、みんな言ったわけですよねですけども結果的にはあのそれが、えー、失敗であったということはまあ誰が見ても明らかだったというふうに思いますで、えー、この状態を今これからどういうふうにしていくべきかということなんですが、まあ、この間あの北朝鮮人権映画祭の時にやっ 第168位帰国戦という映画がありましたでこれはあの小京連合が作ったもんですまあ今非常にいろんなことで問題になっている統一教会、えー、とまあ裏表みたいな組織ですよねですからまあこれを上映するにあたってはいろんなあのことがまあ,ありましたですけどもあれとおそらく善意で多くの人が善意で作った 海を渡る友情と2つを比べてみて現実に正しかったのはどうかっていうと168時帰国船で訴えていることの方がはるかに正しかったということは間違いがないだろうと思います。 で私たちはやっぱりこれをしっかり考えておくべきですね、今でもいろんなあの別にこの北朝鮮の問題に限りませんけれども、それこそ本当にあの環境の問題でも、ですねそれから LGBT でもなんでも、いろんな問題で、えー その場で現場でやっている人たちは善意なんだけども実は気がついたらば地獄に落ちていくというようなことというのは、まあ、たくさんあるんじゃないかという気がするんですね後ろで手を引いている人間というのは手を汚さないでそれをコントロールしようとしているのではないだろうかとそれにもし乗せられていくのであればその時にこいつはけしからんやつだということで批判されても反対する方が あ正しいんではないかなということだと思います、えー、おかしいんじゃないかおかしいんじゃないかというふうに思いながらですねまあでもみんなそういう方向だからというふうにしてやっていくことによって結果的にはあの失敗に陥るということです、えー、日教祖のスローガンで教えを戦場へ送るなというのがありましたけれども まあ本当は1960年ごろはです、ね、教え子を北朝鮮へ送るなでなければいけなかったんじゃないかでも、それを今から言っても仕方がありません、その時またやってた人たちも善意だったと思いますですから、まあ我々としてはあのそれは反省をした上えでやはりこれからどうするかということを考えていく必要があるあるいはあの時反対していた人たちをもう一回です、ね、再評価する必要があるのではないだろうか、えー、ということです。今日もありがとうございました